イエスは法と息子の話をされました。日々その父親は出て行った息子が帰るのを待っていました。遠くからその息子が見えた時、父親は走って息子に会いに行きました。息子はよろよろ歩きでしたが、その年老いた父親は走っていたのです。主の言葉を聞きましょう。あなたが一歩イエスのもとへ歩くとき、イエスはあなたのもとへ十歩駆け足で来てくれます。イエスはあなたを愛しています。なぜ父親は走ったのでしょうか。彼は息子が心変わりをして豚のいるようなところへ戻ってほしくなかったのです。もう二度と。イエスは罪人を救います。あなたを今救います。だから来てください。